皆さんこんにちは、村長です。今日はとっても音楽制作に画期的でなおかつ便利、初心者の人がとっても嬉しいソフトをご紹介したいと思います。村長のミュージックスタジオ。今冒頭にちょっとメロディーを流しました。このように曲先で音楽を作る人にとってコードをつけていくというのはなかなか初心者にとっては大変なことです。楽器を弾ける人はギターをポロリポロリ流しながらこうイメージ付けをしながら、あ、ここは C から始めて、そしてタタタタタンとかなんかこう言いながらですね、メモをしたり録音をしたりしながら楽曲って作っていくんでしょうけれども、メロディーをもう入力してあるというか分かってる場合ですね、ここまでに到達するまでにピアノも弾けないという人は鼻歌を歌ってそれをメロダインで分析してそしてメロディーを作るなんてこともやりましたが、そこまではできてるものとしてですね、このようにメロディーができたとします。冒頭の続きからちょっと流しますね。はい、いつものように皆さんに分かりやすいように波長調でですね、位置を作ってあります。このファイルをですね選択をします。今回は便宜上2小節から作っていますが、もちろん先頭から作られるのもいいと思います。僕は後からちょっとこの前にいろいろつけたりする場合もあるので、このようにスペースを空けているだけで、皆さんは何小節目から打とうと自由ですので、そのように入力してください。まあ、スタジオ1の場合はこの MIDI ファイルはこのようにリージョンを選択しておきまして、イベントメニューのところから、選択をエキスポートというふうにしまして、この下側をですね MIDI のファイルというふうに選択をして、そして保存をします。ここにね、今僕がちょっと前もって準備してあるプレセンス MIDI というこのファイルが僕が今書き出したファイルです。そうしましたら、ここでとっても画期的なソフトをご紹介したいと思います。はい、今ブラウザーに出しました音楽研究所というところからファーストソングエディターというソフトがあります。これは皆さんご存知かどうか分かりませんが、バンドインナボックスというですね自動作曲ツールでとっても便利なソフトがあります。それはやっぱり何万円もするようなソフトなんですが、これは無料でダウンロードができます。ダウンロードはこの右の角っこにダウンロードというのがありましたり、ちょっと下がったところにですねフリーウェアをダウンロードする、またもう一つ下がったら最新版が ZIP 形式でダウンロードできるというのがありますので、皆さんはこれをダウンロードしてインストールをしましょう。ただし今のところこれは Windows 版です。シェアウェアのベクターからもダウンロードをすることができます。そしてダウンロードしてインストールをしましたら、デスクトップにこのような赤と黄色のちょっと派手派手のショートカットができますので、これを起動しましょう。ただしですね、メーカーさんの推奨ではですね、これを右クリックしまして、まあ Windows 10と11では少し違うんですが、プロパティを表示します。プロパティを表示しましたら、上に互換性というタブがありますので、ここに管理者としてこのプログラムを実行するというこういうチェックがありますので、これにチェックを入れてですね管理者モードで立ち上げる、それの方が安定して使えるというふうになっています。 OK をします。これが一つだけ注意点ですので、皆さんこれをやってください。そして起動します。はい、このような画面になりました。インターフェースとしては昔からあるようでしてですね、
現代のよくあるソフトとはちょっとインターフェースが違いますが、ここで外部印刷というボタンが下の4つ目にあります。これをクリックします。するとインポートというボタンが左角にありますので、これで読み込みます。先ほど保存した場所、僕の場合はダウンロードというところに保存したんですが、これを読み込みます。はい、マスターボリュームが設定されてなかったので、一応127最大にしますということで、このような表示が出ますが OK を押してください。ここでチャンネルというのが出てきます。なぜかというと、 MIDI のファイルというのはこういうメロディー以外にですね、ドラムの音が入ったりとかストリングスが入ってたりというようなことがありますので、ここで視聴をしてみることもできます。ちょっと聞いてみましょう。はい、このように出ましたね。これチャンネル2にもし変えたとしたら音がありません。はい、使用できませんでしたとこうなりますね。ですから1にします。そして読み込みます。このように綺麗な譜面が読み込めました。譜面を綺麗にするためにはちょっとスタジオ1に戻って説明をしますが、このようにですね、音符が意図的にであろうと、またとても中途半端な長さでですね、このようになっていますと、ここの休符というのがとっても複雑になってしまいますので、できましたら綺麗な譜面を作ろうと思うときは、まあスタジオ1の場合ですけれども、これをですね、長さというものを選択しまして、そしてレガートプラスオーバーラップ修正というのにしましたら、 OK をしたらこのように音符が綺麗につながって、いわゆる休符がないメロディーが作れますので、もちろん意図的に休符を作りたいようなこういう場所ですね、これはもちろん休符があっていいんですけれども、その他の細かいところはですね、あまり変な休符を作っておくとですね、読み込みには何の問題もありませんけれどもですね、譜面自身がとっても複雑になりますので、これも一つの注意点というかワンポイントというふうに覚えておいてください。もう一度戻ります。このようになりましたら、もうこの時点で上に C とか G とか F メジャー7とかですね、そして F とか、このようにもうコード付けが全部されているわけです。一度聞いてみましょう。下の方に再生というボタンがありますので、再生を押します。はい、こうしましたが、今テンポが120になっています。僕が作った音楽は95ですので、これを下げましょう。これがですね、数字入力がなぜかできないというかですね、この辺のところももう少し改良してほしいところですが、このように95というふうにしました。そしてですね、これは例えばここでJ-POP なんかを選びます。日本のポップスですね。このようにしましたら、右側にいろいろまたその中のジャンル的なものがこのように出ますが、後ろに米印がついているものとついてないものがあるんですね。ちょっと米印がついてないものは若干有料になります。3000いくらぐらい出すとここが全部使えるようになりまして、これはベクターのシェアレジで購入しますとですね、これが全部使えるようになります。でもまあたくさんあるので、まずはこれで使ってみてください。ちょっと他の音楽に変えてみます。イブニング娘なんて変わったのがあります。これを選んで再生してみましょう。とっても楽しいですね。左のジャンルの方にもこんなにたくさんのジャンルがあります。そうですね、
ゲーム音楽風にしましょうか。そうしましたら、ここにこういうのがあります。ここは一つだけしか選べませんね。そしてこのように選びましたら、勝手にテンポとかが変わりますので、テンポをちょっと速くしたかったらこのようにして上げていきましょう。はい、先ほどの95にしてですね。そしてこのままの音楽で聞いてみましょう。このようにアレンジが簡単にできてしまうんですね。ただし今日のお話はこのアレンジがとっても便利だよという話だけではなくてですね、ここにコードが出てくれているということを皆さんに説明したくて今回の動画は作っています。もちろんこれをメモしてもいいんですけれども、 MIDI のファイルの書き出しというのができます。ただしですね、今のにトゥッ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 とこう刻んでるようなものであれば、あまりコードがスタジオ1の場合上手にできるかどうかがわかりません。ですからここではポップスとして、もう少しこうフォークソングなんかにすると長い音符の楽器があるのではと思うんですね。はい、この状態で一度書き出してみましょう。テンポは92になりましたが、MIDI は後から自動変換もできますので、まあこれはどちらでもいいかなと思います。まあでも合わせておきましょうか。95。はい。これでですね、先ほどと同じ外部印刷というボタンを押します。そしてエクスポートというのを押しましょう。そうしましたら、このようにどこにしますかということで、今回もダウンロードというところにします。後ろにジャンルの名前がつきましたので、この名前でそのまま保存をしたいと思います。プレセンスフォークソングというふうになっています。はい、これで保存ができました。もう一度スタジオ1に戻ってみます。そうしましたら、ここでファイルから開くというふうにします。そうしまして、ダウンロードフォルダーの中にあるこれですね。これが書き出したファイルですので、これを開きます。はい。音源を割り当てますかということなんで、はいにします。このようにスタジオ1に音源がつきました。これ、どれがどの音源かわからないときはですね、スタジオ1の場合はこの音源を押してみます。すると、ここにですね、ハーモニカってなっています。これはメロディーかもわかりませんし、聞いてみればわかりますね。これをソロにして再生をしますと、あれ？音が出ないですね。どうしてでしょう？ハーモニカとなっていますが、これをクリックしても全く音符がありません。このようにですね、トラックは割り付けられたけど音が入っていないというのもあります。ちょっと見にくいですので、カラーをつけてみましょう。はい、これなんかは音が入っていますよね。ちょっと聞いてみましょう。こんな感じですね。次はどうでしょう。はい、こんな感じですね。伴奏的なものはまだ見つかってませんね。次はこれ。はい、まだないですね。一番最後の16チャンネルを見てみましょう。はい、こうして見ていくと16チャンネルがメロディーのように感じます。
僕が作ったメロディー若干覚えていましたので、はい、これがメロディーです。こういう時は気がついたらここにメロディーと打っておきましょう。はい、そうしましたらそれ以外がいわゆる伴奏になります。これなんかがとってもコード感がありますよね。こういうチャンネルをスタジオ1の場合、ここでコードトラック、これを出しておきまして、そしてこれを上に引き上げます。するとこのようなコード進行が出てくれるわけです。このコード感というのもいろいろでして、これを一度消してみますね。はい、じゃあこの2つをこのように両方選択しておきまして、コードトラックに上げます。はい、このように先ほどより随分正確なコードが出ました。若干このように修正なんかを加えておくといいんではないかなと思われます。そうしましたら本当にいい伴奏ができてるでしょうか。ここにインストゥルメントを入れてみたいと思います。ユージャムのピアノを入れてみたいと思います。はい、ボーグというピアノですけれども、今度はこれだけをソロにします。これでどんな感じかなというのをやってみたいと思います。ユージャムはこのコードトラックだけで演奏します。良さそうですね。さあお楽しみ、メロディーを足してみましょう。どうでしょうか。案外バッチリですよね。ここちょっと隙間があったところ少し給付してしまいましたけれども、この感じでですね、はい、あとはつながってますね。そしてまあここまでやったらですね、もうこのアレンジもいただいちゃいましょう。こうやってですね、そしてこの一番上はね最初からなかったですので、これでやってみます。こうなったら欲が出てきますよね。じゃあドラムも試してみましょう。適当にユージャムのドラムを追加したいと思います。はい、はい、こんな感じでいいでしょう。ドラッグ、はい、まあ現実は2小節目からですので、2小節目から入れてみましょうね。こうやってこうして、あとは複製。はい、じゃあこれで聞いてみましょう。Thank you.
い、すごいですね。もうちょっと大きな声で言いませんが、バンドインなボックスいらないじゃないですかみたいなですね、そんな感じで DTM の革命と言ってもいいほどですね、こんなソフトがずっと以前からあったのに僕は今日まで知りませんでした。まあ皆さんごめんなさいって感じですし、この音楽研究所さんありがとうございますという感じで、 Windows ユーザーさんにはとってもとってもいいチョイスだと思います。無料でこんなことがどんどんできますので、ぜひとも使ってくださいって感じで今日はお話を終わりたいと思います。村長スタジオでした。